江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国が世界に逆行、昨年の海外資源開発件数がこちらということで、ご紹介していきたいと思います。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。昨年、韓国政府が海外資源開発に投入した予算が通貨危機直後の2001年より少ないことが明らかになった。ユン・ソギョル政権は、イ・ミョンバク政権以降途絶えた海外資源開発のエコシステム復興を国政課題として掲げているが、年間平均実績は 3.5 件で、ムン・ジェイン政権時代よりも少なかった。世界的に資源戦争が激化する中、韓国だけがこの流れに逆行していると指摘されている。27日、韓国経済新聞が、カン・スング議員を通じて入手した産業通商資源部の2023年度海外資源開発報告書によると、昨年韓国政府の海外資源開発予算は2068億ウォンで、2001年の2394億ウォンを下回っていた。キム・デジュン政権時代の2001年は、韓国が国家規模での海外資源開発事業計画を初めて立てた年である。当時の予算は100兆ウォンで、昨年638兆ウォンの6分の1に過ぎなかった。その後、韓国政府は新規の海外資源開発事業に積極的に乗り出し、ノ・ムヒョン政権は5年間で195件資源外交を掲げた、イ・ミョンバク政権は5年間で386件の新規海外資源開発事業を推進した。しかし、パク・クネ政権下でこの数値は74件に減少した。さらに、2017年に発足したムン・ジェイン政権は、海外資源開発事業を石兵生産の対象に含め、5年間で24件に急減した。ユン・ソギョル政権は、資源外交の再開を宣言し、2013年以降廃止された税制シェアも復活させるなど、海外資源開発エコシステムの復興を重要な国政課題に設定した。ムン・ジェイン政権下で2020年には521億ウォンまで減少していた予算を4倍以上に引き上げた。しかし2022年には5件だった新規海外資源開発事業が昨年は2件に減少するなど、成果は依然として鈍い。専門家たちは、海外資源開発エコシステムが崩壊しているため、政府が支援を増やしても目立つ成果が出にくいと説明する。2013年には535件に達した海外資源開発事業数が、昨年には387件に急減しており、アフリカや中央アジアなど資源国で数十年かけて築いた人的物的インフラが大幅に縮小したことが原因である。資源開発業界関係者は、不良事業の整理も原因だが、無条件に撤退せよという圧力でまともに始めることもできずに撤退した事業が数多くある。その空白を新国や日本が占めたのが業界の不都合な真実だと述べた。資源が乏しく、製造業の国である韓国が海外資源開発から手を引いた代償は、資源輸入の急増という形で戻ってきた。2019年に1200億ドルだった石油、ガス、鉱物の輸入総額は、2023年には1628億ドルとなり、4年間で 36% 増加した。バッテリーや先端半導体に使用されるリチウムやキド類の輸入額も、同期間にそれぞれ8億6900万ドルと8000万ドルから86億4600万ドルと9600万ドルに増加した。菅義偉は、グローバルサプライチェーンが友好国を中心に再編される中、海外資源開発の重要性がこれまで以上に高まっているとし、果敢な財政投資で民間リスクを軽減し、崩れたネットワークを復元するため、政府の役割をさらに強化すべき時だと述べた。現在、資源貧国、韓国の逆行、昨年海外資源開発2件のみ。チウムの輸入が4年間で8億から86億ドルに変わったって。10倍だよね。すごいね。はい、それではですね、こちらに対して、韓国の反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目、ムン・ジェインと共に国を食いつぶした以外のことは何もしていない。企業と国民の税金に寄生する破滅的な集団だ。358、27。
イミョンバクの海外資源開発を災いとし、民主党が全てを潰したが、誰が大系民国の未来にとっての敵かをしっかり見極めろ。民主党の敵を倒すために国が崩壊していく。彼らの憎悪政治に従い、オウムのように罵って皆が早とちりする自称目覚めた市民だと思い込んでいるが、独立してどれだけ経つのか、未だに親日フレームに引っかかっているのか、本当の親日土着和光が民主党だとは知らないのか。220-14、ムンジェインは全員を刑務所送りにして海外資源開発の種を断ち切った。ムンジェイン政権は大系民国を50年遅らせる大技を成し遂げたのだ。145-6、とにかくムンジェインの業績はすごい。本人が自画自賛するに値する国の全ての基幹産業を食い潰す政策、立派だ率派。94-3、愚かな国民がデマに巻き込まれ、ムンジェインのような精神異常者をついに王座に座らせた代償はあまりにも大きい。さらに問題なのは、ムンジェインよりもひどいことをしそうなイジェミョンのような人間が次の大統領候補だということ。68-1、振り返ればパクチョンヒが1、イミョンバクが2、経済発展に最も大きな業績を残した大統領だ。14-1、ムンによって石兵とされ潰されたのが海外資源開発だけだっただろうか。うまくいっていた原子力を破壊したため、その結果として電気料金の値上げにつながった。国家情報院を潰し、国内でのスパイ検挙ができなくなり、非武装地帯を破壊し、偽造平和省に乗せられ、不動産政策を破壊して庶民の夢を奪い、対日外交を壊して孤立を招いた。石兵生産、歴史生産と称して復讐政治に没頭し、その全てが失敗だった。国民は決して忘れないだろう。50、国民の水準が低いから、ムンジェインのような間抜けな先導者が勝手に国を壊しても、早々に吠えて目覚めた市民を気取って、国の未来が回復不可能なほどに落ちてしまったのだ。51、東海の油田はどうなったんだ。40、イミョンバク政権時代に3兆ウォンを投じたカナダ・アルバータのオイルサンド鉱山の権利を、ムンジェイン政権がチリの鉱山投資とともに最悪の石兵投資とし、投資元本の 10% でカナダ天然資源会社に安値で売却した。この鉱山を引き継いだカナダの天然資源会社の株価はそれ以来約20倍も上昇した。またチリのニッケル鉱山もムン政権が投資元本の 3% で C 国系企業に安値で売り払った。20、はい、それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。資源開発って原資がないとできないからね。芸国さんはお金あるの？ロシエンしてパイプライン引いてもらえ。イラクへの原油代罰金払ってくれたの？イランから石油を輸入した方がいいんじゃね？不都合 W 不都合の下のは自業自得だろうに。そんな芸国藩が各国の人脈あったんかね。ばらまき金なくなって相手されなくなっただけでは？わら。どんだけ大層な海外資源持ってても、組み立て工場としてうまくやれなけりゃ掘り起こす意味もないんだし。こういうのって継続も大事なんじゃねえの？君ら苦手やろ。国民は決して忘れないだろうと言ったことを三歩歩けば忘れるのがお前ら、わら。それでもムンムンは大きな公約を果たしたぞ。誰も見たことのない世界も見れただろ。日本に勝ったとホルホルできたじゃないか。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。